水戸君の本棚が見たいです。これはただの欲望です。強いて言えばどのラノベのどの挿絵のページに癖がついているかを確認したいんです。ご両親に見せられないエッチなラノベの一冊や二冊、触るならもっと優しくしてくださいよ。その方が私も気持ちいいですよ。仕方ないですね。全裸までなら想像してもいいですよ。おい友達やめるぞ。ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい。君を家に入れるって僕の低層の危機だろう。ご安心ください。賢者モードになってから行きます。まあ単純にですね、そのあたりをちょっとお借りしたいなと。それなら別にいいけど、警戒とかしないのか。お、そんな純真な目で見られると。ん？